皆さんこんにちは、タリスケです。本日もエスケーピスト2脱獄ゲームをですね、やっていきたいと思います。前回チュートリアルをクリアしたんでね、今回このセンターパークス 2.0、この簡単ステージをやっていきたいなと思います。さあ、新しく、ちょっとね、少しだけ最初やってみたんですけど、新しく始めていこうかなと思います。よし、さあ、スタート。ゲーム開始。さあ、来た。トリスケで行こう。新しいキャラだからね。よいしょ、エンターを押して。この辺のチュートリアルは、スキップでいいでしょ。これは?これでスキップ。よし。さあ、始まった。あら、前回と、刑務所の位置、なんだこれ。牢屋の位置変わってるね。そうか。毎回変わるのか。あれ?ちょっと動けないな。どうした?あれ?動いた動いた。よしよし。さあさあさあ。まずはね、これ朝礼ですね。朝の流れとしては。はい。ここに集まって、朝礼。でもこれも点呼?この、右側にね、チェックマークついてあるんで、もうこれ出て OK。さあ、その間に何するかっていうと、次はね、朝食を食べるんですけど、ちょっと最初日はね、一緒に聞いておかな。泣きたいというか、このクズで泣け。一見、しょんべんするのやめるんだ。やばい奴がいますわ、やっぱり刑務所には。夜眠らないとき会いに来い。めっちゃ優しいこと言ってる。いい奴だったか。本日の持ち物検査は犠牲者。次の通り。誰?トリスケ?僕選ばれたから初日で。ほんで初日選ばれたってことはもう安全でしょ。何持ってないからね。さあ行きましょう。はい。入っても OK。で、この間にね、いろいろやっていきたいんだけど、前回チュートリアルとは違って、体を鍛えることができるんですよね。なんで今のうちにちょっと体鍛えとこうかな。この時間をね、有効活用していくために。はい、ここです。ジム。あ、間違った。さあ。ジム。これをね、連打するだけなんですけど。筋トレで、筋力つけておこう。みんなご飯食べてる間に、僕はせっせか真面目に筋肉を鍛える。このね、地道な努力を続けられるものだけが、脱獄っていうね、明るい未来を手に入れることができるから。さあ、筋力がどんどんついてきた。48、もう48キロのベンチプレスかな?なかなか回っちゃうんじゃない?さあ、次は?次の時間なんだ?自由時間か。オッケーオッケー。さあ、自由時間。この間にね、脱獄を進めていくんですけど、今回はね、このステージだけの特別キャラクターみたいなのがいるんですよ。こいつら。こいつらがなんとですね、テレビカメラマンです。何?なんか言われてんだけど。何?なんか目つけられてんだけど。なんで?お、ここ、え、何?なんか悪さしないはずなんだけど。不審者追跡中?なぜ疑えてる?なんか変なもんは持ってたっけ?アイテム。アイテムってどこで見たっけ?ミスった。何も持ってないよね。やばいでしょ。なんかシャンキュー疑われてる。そうこうした間に、テレビカメラマンたち見失った。あ、違う、ここだ、ここだ。これテレビカメラマンがいてね。さあ、多分、さあ、ここだね。脱獄のヒント。友人カーデンが、そこの両開きドアの向こうにはラウンジがあって、カメラクルーが撮影の前に油を売ってるんだ。奴らが置いていった機材をちょいと拝借できるかもしれないぜ。ということでね。でもこのカメラマンたち、テレビクルーたち、利用して脱獄ができるんじゃないかなと思ってるんですよ。さあ、なんでまずちょっといろいろ漁っていこう。なんかアイテムいいアイテムないかな。なんか見てる。なんだ?何見てる?どれ?見てる間見れないのかな?上開けている。どれ、中に何入ってんだ。お、民間人の服と無線受信機。ちょっとこれもらっとこう。よし、オッケーオッケー。本気かってないよ。で、ここにもなんかあるはずなんだよ。どれ、あ、ちょっとこう入るだけあった。なんもなかったか。ロッカーの中になんかあると思ったんだけどね。よし、これちょっと自分の部屋に隠しとこう。これ自分の部屋、ここだっけ。
おお、びっくりした。よし、ここの隠しスペースに入れとこう。これどうやって隠しスペース入れるんだろう。あ、これか。オッケー、よし、オッケーオッケー。さあ、もうその自由時間ある。次お昼ご飯だっけな。さっきちょっとお昼休憩、じゃあ食堂行っとくか。ちょっと話しかけとくか。どうやって遊ぶせばいいか分かんないからね。お、鉄パイプ、ブラケット、金製品ポーチ、トンカチ。あー、なんかいろいろ売ってくれるね。君は？君は特別売ってくれないのね。あ、でもムチとか持ってる。あー、さ、お昼が終わる。先ちょっと休憩しとくか。よし、はい、時が経ちました。先にご飯もらって食べてよ。ご飯食べるとね、このスタミナがサクサク回復していきます。よし、100になった。さあ、あとは誰に話しかけようかな。テレビクルーになりすまして脱獄しなきゃいけないから、これ今いない間になんかよりいいものを取れないかな。ここは入れないか。まあ、なんかでも他にもいっぱいいるな。話しかけれる？話しかけられはしないんだ。暴力も。まあ気絶させることもできない。うん。シャワーとかがあるだけ？なんか面白いもんないのかな？なさそうだね。ないのか。座る？座ることになんかある？なさそうだ。あとはなんかないかな。なんもないね。さあ、お時間。この時間はしっかり業務働かないと、なんか看守がね、怪しんでくるから、しっかり働こう。お金も得られるらしいし。何するかな？靴作るか、郵便の仕分けするか、ゴミを燃やすか、ペンキを塗るか。これはまだ選ばなくていいや。今のうちにもっともっと脱獄に関する情報を集めたい。ここは？なんかここに、あるね。こっから脱獄できそうだな。蒸発炎、ボタンを押す。これは二人じゃないといけないかな、もしかして。ここは？あ、ここ入れないか。ここは？あ、ここはメディカルルームね。まあ、ここは特別なんもないでしょ、おそらく。ここじゃないだろうな。あ、一生懸命耐えてる。ここ何、何してんだ、これは。なんかプレスしてる。ゴミをなんかしてんのかな？さあ、脱獄に関する情報見つけたいけど、あんまり情報なさそうだな。シャワールーム。お、労働時間にシャワー浴びてるやついる。悪いやつだな、サボってる。なんか変えますよと。君からは？特別いいものは変えなさそうだね。さあ、ここは入れる。ここは何室だろう。じゃあ、話しかけさせて。話しかけれない人か。なんか、いいもんない？うわ、びっくりした。ネズミ入ってることある？やだ。でもなんかちょっとレアアイテムっぽいよな。ちょっと持っとくか。これちょっともらっとこう。持ってて怪しまれるようなもんでもないだろうし。さあ、労働だったら何時間？あ、運動時間。はいはいはい。ここはしっかり真面目に取り組もう。運動。さっき筋トレしたから、次体力づくりでもするかな。ほい。ほい。ではね、脱獄するには、体力が欠けないから何をするのも。このし、なんだっけ。おい、喧嘩してる。これね、喧嘩とかそういうのや、巻き込まれるときも、体力は大事だし、走って逃げるときも大事だし、まあ穴とか掘るときも大事になるから、きっと。さあ、先にシャワー浴びて、体力回復、身を清める。よし、順調に上がっていくね。まあ、最初の初日はね、まあこう、日課をこなしつつ、ヒントを集めていかなきゃいけないからね、序盤は。あとちょっとで、これ運動時間とシャワールームのはずだから、確か。もう前ね、実はもう3日ぐらいやってんだよね。よし。これもシャワークリアしたから、また体力を鍛える。
体力なんてよくわかんないけど、100あって困るもんじゃないでしょ。体力、筋力あって困るもんじゃないかね、脱獄に関して。よし。よし。よし。いいよ。あ、残念。さ、みんなと仲良くシャワー浴びて、コミュニケーション取るか。なんだこのびっくりマークって。仲良くしようぜってこと？あ、依頼か。死んだネズミ、どっからまが後ろから襲ってきやがって、あれがどこへ飛んでしまってか、剣道使い、もしかしたら教えてくれ。受ける。だって持ってるもん。持ってるよ、僕。この死んだネズミ。後で渡そう、君に。金髪の君だな。お？何？あ、また喧嘩してる。また喧嘩してるよ。待って。金髪の君に話しかけたい。待て待て待て、夕食の時間だったか。待て待て待て。ほっ、よし。これ渡せない？あげる？あ、なんか違うっぽいね。今のじゃなかったのかな？よし。はい、夕食クリア。さあ、次は何を探そうかな。2階はまず全部探し切りたいね。さっき2階途中まで探したから。こっち側。なんかないかな。わあ、紫のとこ入れるんだ。焼肉焼いてる。で、ここは何室かな？赤は入れない。緑も入れない。ここも入れない。このイブ、このなくなったものも見つけなきゃいけないしな。まあ、探索中に見つかればいいけど、お、これ所長かな？所長じゃないかな？これ大体この人たちに話しかけれないんだよな。勉強する。あ、こう、勉強って何の？はいはいはい。これどうすればいいんだ？あ、これをキープしておけと。ここにあるの。まあ、知力も大事だよ。発想が生まれるからきっと新しい。よし。ここをキープしながら、勉強。あ、どんどん学力ついてくる。知力。あー、一緒に降りてって。よし。いいね。しょうがない。この自由時間も勉強しよう。刑務官が見回りに来た。よし、よし、よし、いいよ。わあ、難しくなってきたな、勉強が。よし。スタミナ的にこんなもんかな。楽隊になっちゃった。ここは勉強部屋ね。はいはいはい。治療、あ、待てよ。確か治療くついたら、なんか作れるもん増えるんだよね。確かに。そうだそうだ。だこれで、ね、なんか、いいもんないかな。面会人キット。よくわからんけど、これは強そうだ。鉢植え。消耗品。へえ。なんかいいもんないかな。ダミー人形。これもちょっと面白そうだね。あ、脱獄とかするときっとこれを置いといたら、時間稼げるんだ、きっと。ふかふかの囚人服。これ何に使うんですか？偽ダクとかば。ああ、こういうのも必要なんだろうね。接着剤の家具。あとはなんだ？今回その、カメラクルーとして脱走したいとこあるから、まあ、それ系のアイテム欲しいんだよな。靴下ハンマーはシンプル武器だろうね。囚人たちの戦いで勝てる。鍵の型？これはちょっと大事な理想。パッド入り囚人服。防御力アップかな？なんだろう。何が、あ、これ絶対、2000ガンマイク。これ絶対必要だ。これ作ることちょっと目標にしよう。2000ガンマイクは、無線機となんだっけ？無線機と、モップと、ガムテープ。ガムテープはきっと、誰かしら持ってるだろうけど、モップとかって誰持ってんの？このお金マーク持ってる人、ついてる人。お、ガムテープ。60円で買える。高いね。高いな、6時には。ちゃんとあれか、仕事しなきゃいけないか。仕方ない。でも、ここら辺の部屋の人なんか適当にすればさ、ガムテープ出てくんじゃない？よし、ガムテープと、ネズミ、よし。待てよ。もうそう呼ばれるか？天子か。よし。天候。よし、これ参加したことになったぞ。
さあ、今のうちに。よし。ガムテープしまっとこう。あとはモップを探せばいいんだな。モップはどこかな。この、誰かの、ハイレンのネズミはどこにあるの？ハイレンどれだっけ？金髪あったのは覚えてる。これか？違う。ここ？これじゃない。君？君？あ、いた。これでいいかな？ハイレン。あげる？違った。何？どこにあるんだい？君のネズミは。さあ、こいつは興味深い。本日、官房を調べられるのは？嫌だな。隠しアイテムバレんのかな？お、いなそうだ。よしよしよし。トリスケの机が検査される。もうでも大丈夫だよね。よし、夜が来ました。よし、1日目なんとなく必要なものは見つけれたから、2日目以降は、またそれを集めていくのと、脱獄の情報を集めないとね。さあ、寝ましょう。